ね、署名運動の署名の人たちの名前をですね貼り出して、その上に俺の言葉を今書いています。テレビ朝日系テレビタイムマシンエンディングテーマ曲ゴールデンサマーをリリースしたマジック、個性的であり実力のあるロックグループが台頭してきた現在のロックシーン、これに新たな旋風を巻き起こしたのがマジックです。あらゆるビートミュージックのエッセンスを吸収した上であえてロカビリーをやる、それがマジックだけのロッカビートなのです。しばし熱狂のライブの模様をどうぞご覧ください。なんと500枚以上売り上げるという快挙を達成。レコードを買った熱狂的なファンの署名運動によってライブの運びとなりました。このドーナツ現象が近々東京でもマジックの大爆発を起こすことを予感させています。マジックのライブロカビリーナンバーワンショーが8月30日渋谷オンエアにて開催されます。で詳しいお問い合わせはクリームソーダ音楽出版東京03-3499-2486 03-3499-2486 までどうぞ。さてさて、このマジックのロゴ入り T シャツを抽選で30名の皆さんにプレゼントいたします。ご希望の方はハガキでお申し込みください。宛先は郵便番号 106-10 東京都港区六本木テレビ朝日月曜プレステージマジックプレゼント係までです。この曲はプレステージのエンディングテーマになったって。そうなんですよ、今日から、うん、ということでございましてね、はい、さて UFO はこれがそのマジックのね、はい、ということでございますね、UFO の問題は奥が深い、さらに続きます。コマーシャル